はい、こんにちは、レドスノーです。今回なんですけども、契約不適合責任の3番目4番目損害賠償請求権と、解除権ですね、まあ、この2つについて解説していきます。前回前々回の動画で追加請求権と代金減額請求について解説いたしました。で、今回は契約不適合責任の3番目と4番目、これを2つ一緒に解説していきたいと思います。で、まず内容については、まあ、契約不適合があった場合ですね、追加請求権とか代金減額請求権のところでお話した内容とも一緒です。引き渡された目的物の種類だったり品質だったり数量に関して契約不適合があった場合ですね、これがまず前提の要件となってきます。で、まあ、これどういった場合か一応ですね、復習として解説しておきます。例えばアサヒビールの売買契約をしました。私がアサヒビールを購入する契約をしました。で、アサヒビールを購入する契約をしたにもかかわらず、種類が違うキリンビールが引き渡された。まあ、こういった場合ですね。この場合は種類に関して契約不適合があったということですね。で、続いて品質について契約不適合がある。これどういった場合かっていうと、例えば賞味期限が切れたアサヒビールが届いちゃったといった場合ですね。こういった場合は品質に契約不適合がある。数量に関して契約不適合があるっていうのは、例えばアサヒビールを100本購入する契約をした、100本購入する契約をしたにもかかわらず80本しか届いていない、そういった場合20本不足してますよね。これは数量に関して契約不適合があったと言えます。まあ、こういった場合です。こういった場合っていうのは債務不履行に基づく損害賠償請求だったりとか契約解除、こういったことができます。で、これについては前回前々回でお話した追加請求とか代金減額請求を行っていたとしても、合わせて損害賠償請求だったりとか契約解除、これできるんですね。まずここを頭に入れておいてください。ちょっと復習なんですけども、代金減額請求、これについてはこれ事前に原則としては追加請求を行っていないとダメなんですね。相当期間を定めて追加請求をして、で、その期間内に追加されない場合に代金減額請求ができるっていう原則でしたよね。まあ、もちろん例外はあるんですけども、まあ、そういった詳しい内容は代金減額請求の動画ちょっとご確認いただければと思うんですけども、で、それとは別途合わせて損害があるのであれば損害賠償請求ができますよ、また契約解除も合わせて行うことができますよっていうのが全体像なんですね。契約不適合責任の全体像になります。で、債務不履行に基づく損害賠償請求ができる、これは契約不適合があったというのは、まあ、いわゆる債務不履行があったと、まあ、同じような意味合いですよね。債務不履行というのは約束を守らなかったっていったイメージです。また契約不適合についても契約に適合しないわけだから、まあ、約束通りじゃないですよねっていう話ですよね。なので契約不適合に関しても債務不履行に基づく損害賠償請求のルールを使って損害賠償請求できるんだよっていう風にしてるという話ですね。で、これについても別途動画ありますので、細かい内容についてはこちらの債務不履行に基づく損害賠償請求の部分見ていただければと思います。で、続いてですね、解除についてです。まあ、今回はちょっと解除をメインにお話ししていこうかなと思うんですけれども、まず原則として相当期間を定めて催告をします。1週間待ちますから1週間以内にちゃんと履行してくださいねと、契約通り履行してくださいねっていう風に催告をします。で、その定めた相当期間内に履行がないといった場合解除をすることができる、これが原則です。いわゆるこれは催告解除と呼ばれるもので、解除するためには原則相当期間を定めて催告してくださいねっていうルールなんですね。ただし例外があって、この債務不履行が軽微だった場合、この場合は解除ができません。損害賠償請求で対応してくださいねっていう話なんですけども、この債務不履行が軽微だった場合ってどんな場合があるかというと、例えば私があなたに対して1万円の時計を売却した、売買契約をしたと仮定します。1万円の時計で、この時計は電池が切れていないものを引き渡す約束をしていた。にもかかわらず引き渡した時計の電池が切れていたといった場合、この場合電池切れっていうのは軽微ですよね。おそらく電池交換ぐらい1000円ぐらいでできる話なんですよ。
こういった場合は契約解除まではちょっとできませんよ。まあ、損害賠償請求とか、まあ、代金減額請求とか、こういったもんで対応してくださいねと。まあ、言った話です。まあ、何でもかんでも契約解除ができるってしたら、これは売り主側にも相当な負担になるから、まあ、そこまではできませんよっていう話ですね。ここまでが催告解除に関する内容です。で、もう一つあって、催告なしで解除できる場合っていうのもあるんですね。これは無催告解除と呼ばれるものなんですけども、例えば履行が不能な場合、例えば建物の売買契約をして、で、引き渡しを1ヶ月後にしました。で、契約してから引き渡しまでの間に、例えば大地震が起きて、建物が倒壊して滅失してしまった、なくなってしまった。そうなると売り主は買い主に対して建物を引き渡す義務、これ履行することがもうできないですよね。こういった場合は催告する意味がないんですよね。相当期間内に建物引き渡してくださいって言ったとしてもこれ意味ないじゃないですか。もう建物ないわけだから履行するのは不可能なんですよね。ということでこういった場合は催告はいりませんよ。ということで催告なしで解除できる無催告解除に当たります。また債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合、例えば売買契約で売り主が引き渡さなければいけないもの、これの引き渡しをずっと拒絶している。こういった場合ですね。もうこういった場合は催告してももう意味がないから、無催告で解除できますよっていう話です。で、三つ目。特定の日時、期間内に履行しないと目的達成ができない場合に、その時期が過ぎた。この特定の日時だったり期間、これが過ぎてしまった。こういった場合も催告してももう意味がないので解除ができますよっていう話です。例えば結婚式の時にドレスを着る、まあ約束をしていた、まあそういった契約をしていたといった場合に、その結婚式当日にそのドレスが届かなかったら意味がないですよね。目的達成できないわけですよ、新婦さんは。なので結婚式の当日にドレスが届かなかった、引き渡されなかった、そして結婚式が終わってしまった。つまり、この時期が過ぎてしまったということですね。そういった場合は、まあ、その後、ドレスが届いても意味がないわけだから、催告なしで契約解除ができますよ。まあ、この場合であれば、ドレスの貸し借りに関する契約だったりとか、ドレスの売買契約に関する契約解除になりますね。結婚式の契約解除、これはできないんですよ。まあ、結婚式やっているわけなのでね。あくまでもドレスに関する内容なので、まあ、ドレスに関して契約解除をすることができるよと、まあ、いう話です。まあ、今回の内容も、まあ、聞いていただければそれほど難しくない内容だと思います。まあ、試験で問われる部分で言うと、まあ、このあたりですかね。例えば履行の追加請求をして、さらに損害賠償請求もできるのかできないのかっていう問題だったりとか、まあ、代金減額請求をして、さらに損害賠償請求できるかできないかっていうところですね。まあ、これできますよ。プラスなのでこれできます。また損害賠償請求と契約解除。これも可能です。どちらもすることができる。また追加請求したにもかかわらず、債務者は債務を履行してくれない。だから契約解除する。これもできますね。また代金減額請求をしたにもかかわらず、その代金減額してくれない。まあ、そういった場合も契約解除することができます。まあ、これはおそらく金額によると思いますね。まあ、例えば、1万円のものに関して、まあ、500円分について代金減額請求をしてほしい。これを履行してくれないって言った場合、これについてはおそらく債務不履行が軽微になってくるんですよ。なんでこういった場合は解除できないんですね。で、一方で、1万円の売買契約についてもう9000円ぐらいもう代金減額請求しなければいけないっていう状況で、相手がその代金減額をしてくれない。まあ、そういった場合は契約解除も可能でしょう。まあ、これはもうケースバイケースなので、そのケースごとによって変わってくるんですけども、まあ、とりあえずは、こういった追加請求だったり、代金減額請求をしたとしても、別途損害賠償請求とか、契約解除とかもできるんだよ、というところ、ここしっかり押さえておきましょう。あと、解除については、原則は催告解除。で、場合によっては、無催告で解除できる場合もありますよ、といったところですね。このあたりもしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。